よく晴れた天気になりました。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？聞こえてるんですけれども、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まっているということなんですね。バッターボックスには4番筒香。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。デッドボールのランナーが出ています。さあまず1球目、初球ボール。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ライトに持っていった、これは大きいぞ。入った、ホームラン。筒香、均衡を破る一発、ツーランホームラン。この終盤、試合の均衡を破る大きな一発となりました。ベイスターズが先に点を取りました。2対0になりました。らしいホームランを見せてくれました。これが決勝点になるか。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょう。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としては、理想的でしたからね。チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。